まず、他行を発音する際は、破裂音と摩擦音という発声の音を使います。一緒に覚えましょう。他行を発音する際に使う、の破裂音は、上の歯、もしくは歯茎から、 舌先をすぐ話すことで発音できます。他行を発音する際に使う。の摩擦音は。先ほどの作業の発音をする際に練習した。す。 と似ていますこの際の発音と下の位置はこのように舌先を歯の根元付近に近づけます。くっつけるのではなく少し空間を空け息が通り抜けるようなイメージです。 いかがでしょうかそれでは、今の破裂音と摩擦音の発音を踏まえて、他行の発音をしてみましょう。他は破裂音、つ、の下の位置から一気に口を開け、舌を下にはじきます。息は強く。 前に出すイメージですそれでは言いましょうたたいかがでしょうか次はちですちは上の歯茎より 少し奥に下をつけ、破裂音、つ、と同じように舌を弾きます。その時、舌先が少し離れます。そこで、摩擦音、す、を発音します。破裂音の音は、作業のし、の音と考えるとわかりやすいです。 それでは言いましょう。ち、ち、いかがでしょうか